瀬戸内島並海道で20日に開かれるサイクリングしまなみ2013の PR サポーターを務める西条市のシンガーソングライター松浦優さんが10日県庁を訪れ、中村時広知事に応援ソングを披露しました。松浦さんは東洋地域や松山市を中心に県内外でライブ活動をしています。応援ソングオレンジライダーは愛媛と自転車をテーマにして6月頃に作詞作曲しました。明るくアップテンポな曲調で、歌詞には島並海道を連想させるフレーズも盛り込んでいます。大会当日はスタートゴール地点となる今治新都市でライブを行います。このオレンジライダーはやっぱり自転車に乗ってる人がすごくなんか共感してくれてたので、そういう自転車に乗ったことある人も乗ったことない人も、そういう愛媛っぽさとか、そういう自転車のこうなんか風を感じるみたいな、そういう感じをそういう心で感じてもらえればなと思います。